あ、もうね、こんにちは。こんにちは。吉野まで走った、疲れました。今、マスコットたちのコーナーだったんですが、この後はチアドラチャレンジということでチアドラゴンズが登場していろんなゲームやグッズなどに挑戦してもらおうというコーナーでございます。マスコットと同じようなことをやらせるので、ね、まあ、チアドラの皆さんに頑張ってもらおうと思います。今日のチャレンジャーはこの3名です。どうぞ。皆さんこんにちは。はい、じゃあまずは自己紹介。はい、チアドラゴンズ3年目の若泉真帆です。よろしくお願いします。はい、真帆さん。皆さんこんにちは。2年目の滝戸美恵です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。1年目の竹井中です。よろしくお願いします。みーちゃん。はい、ということで今日のチャレンジはね、もう常連のみゆさんをはじめ3名の方にね挑戦してもらうんですけれども、ね、まあいろいろゲームをね、もうみゆさんもういつもチャンピオンになりますからね、ね、すごいんですね。いろんなことをやってるんですが、今日はまあちょっとお絵かきに挑戦してもらおうと思うんですが、でまずねちょっとみんなにねペンを回してください。はい、でマジックちょっともらえる。あ、マジックじゃない、マイクをもらえる。これでは書けないですね。はい、ちょっとルールがねありますんでね。はい、じゃあスケッチブックも回してください。はい、じゃあ3人の人はねちょっと壁にくっついてもらって、くるっと一瞬後ろ向いててもらっていいですか。後ろ向いててくださいね。ちょっとそのままこっち見ないでください。じゃあステージ上に上がっていってもらいましょう。まだ見ないでくださいね。はい、靴履いてからでいいですよ。ね、ある人の似顔絵を描いてもらうんですけども、はい、どうぞステージ上がってください。ステージ上がったらね、まずこれをつけてくださいね。はい、それをつけて、はい、じゃあみんなの方向いてください。こんな彼に登場してもらいました。はい、じゃあ皆さん振り向いていいですよ、振り向いていいですよ。はい、まあ、撮らないでね。じゃあね、チアドラのお姉ちゃんの方ちょっと見てください。こんな彼なんですけど ね、ちなみにちょっとインタビューしてみましょう。何歳ですか。8歳。8歳のこの声は男の子ですね。特徴としてはメガネはかけておりません。じゃあこんな、なんか特技はありますか。何、バレー、バレーボール、バレーボールが得意、やってる、バレーボール。あ、バレーボールをやってる彼ですね。ねえ、女の子にモテますか。うんうんって言ってますけど、くまモンうんうんって言ってますけどね、ちょっと暑いけど我慢してね。よし、じゃあお客さんの方見てください。はい、はい、じゃあこんな彼を想像して描いてください。どうぞ。制限時間30秒でございます。え、何歳って言ったっけ。8歳だよね。8歳の彼、8歳ってことは小学校の3年生。ちょっと大きいよね。結構クラス大きい方。そうでもない、そうでもないみたいですけどね。こんな彼のね、これかぶってるとあんまり難しくないでしょう、ね、ちゃんとねこのくまモンのお面あげるから ね持って帰ってくださいね。はい、あと10秒にしましょう。10 9 8 7 6 5秒前、4 3 2 1、そこまで。はい、ペン置いてください。よし、じゃあね、はい、じゃあ皆さんもうちょっと前に来てくださいね。はい、じゃあもう暑いと思うんでね、面お面取ってもらいましょうか。くまモンのお面を取ってもらった。かわいいと言われてちょっと恥ずかしいよね、こんなところでね言われたらね。こんな彼に、じゃあ順番にいきましょう。ちょっと待って、ゆいからいきましょう。ゆいちゃんの描いた彼の似顔絵こちら、じゃじゃん。はい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 、ちょっともらいましょうかね。はい、こんな感じでございますね。割と結構なんとなくね、いい感じかもしれない。あ、結構いいですよ。はい、じゃあみゆさんどうぞ。なんとも言えない感じですけどね。じゃあ真帆さん行ってみたいと思います。真帆さんはこちら、似てる。これはね、じゃあせっかくなんで彼に聞いてみたいと思います。誰の似顔絵が自分に一番似てると思う。
ちょっと待ってね。ね、くまモンのお面もあげるんだけど、ドラゴンズのクリアファイルももらってください。はい、協力していただいたからに大きな拍手をお願いします。はい、じゃあペンと、これユイのやつが一番可愛くないですか、これもっていう。まあ絵の一番雑さは真帆さんでしたけどね。まあただ彼が言うんだからもう間違いないです。彼がね、本人が言うんですから。さあ続いての競技、まあこの競技はね、ま、あの真帆さんが1位だったんですけど、ウォーミングアップということでね、この後ね、ジェスチャークイズをやってもらおうと思います。昨日もひどいジェスチャークイズやったんですけども、今日も昨日に続きましてね、ちょっと問題を用意してきましたので、1人の人だけに答えを見せますので、お客様と他 の、 あの2名はそれ何やってるのか当ててください。今日のヒントを先に言っておきます。ある昔話のジェスチャークイズです。何の物語かを当ててもらおうというものなので、まず最初はじゃあ真帆さんから行ってみたいと思いますね。はい、じゃあ2人はちょっと後ろの方に行ってもらって、真帆さんにだけ答えを見せますね。はいはい、こちらです。後ろ向かなくていいですよ、後ろ向かなくていいですよ。チアドラゴンズ、はい、いいですか、後ろ向かなくてもいいですよ。はい、じゃあこれ何の物語かをやってもらおうと思います。皆さん真帆さんに注目。はい、いいですよ、どうぞ。はい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 、おー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 おお、はい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 は、いいですね、はい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 、 OK。 こんな感じなんですけど、皆さん今のは分かりやすいと思うんですけどね、分かった人、はい、じゃあ大きな声で言ってください。桃太郎、正解です。昨日の2人の3人に比べるとものすごいね、表現力良かったと思いますよ。うん、うまいと思います今のね。よし、じゃあ続いてゆいさんいってもらいました。別に変なオチつけてないから、変な、多分ただ動きが一番面白いかなと思って、ゆいさんは最後に撮ってます。はい、ゆいさんいきましょう。ゆいさんこれです。難しくない、全然難しくない、全然難しくない。はい、今の真帆さんうまかったですからね。それではゆいに注目、頑張れ。もう好きなようにやってください。お願いします、どうぞ。はいはいはい、でも僕の方見なくていい、僕隠れてます。はいはい、頑張れゆい、頑張れ。同じことばっかりやってますけどね。はい、続きが気になりますね。はいはい、ああいきなり飛びましたね、スタートからエンディングに飛びましたよ今。はい、 OK ですか。はい、じゃあ聞いてみたいと思います。分かった人、なんでしょう。浦島太郎、一応正解です。よろしくお願いします。正解です。今いきなりカメからヒゲになりましたよね。私が飛んじゃったね。飛びすぎだよね、うん、早かった、びっくりした。竜宮城のシーンとかなかった ね、 ね、カメを助けるシーンもなく、カメですって3回ぐらい何匹カメが出てくるんだろうと思いましたけど、最後すぐヒゲになっちゃったね。そう、最後いきなりヒゲで、ヒゲの後に玉手箱を開けましたよね今。まあいいでしょう。はい、ということでゆいさんでした。さあ、はい、最後待ってました。何も期待しない何も期待しないです。変なお題でもないです。ちゃんと昔話のね。じゃあ最後、みゆさん、お題はこちらです。来ると思いましたもう何だろう、気になる。来ると思いましたという方は準備もあるでしょう。では皆さん注目してくださいね。それではみゆさんに注目、どうぞ。おー、はいはいはい、うまい。もうちょっと続きも行きましょう。続きもうちょっと見たいです。みゆ、いい動きしてるよ。いい動きしてる。もうみんな分かってるけど、分かった上で続きが見たいなっていうだけのことです。どういう話でしたっけじゃない。はい、頑張ってください。助けて誰かが誰かを助けてみたいな感じでしょ。これ好きだね、これ好きだね。いいですか。
がわからない話がわからないけど、とりあえずやってみた。あーとりあえず、あーなるほどね。はい、ということで今の分かった人、あ、結構手がある。後ろの僕、大きな声で、サルカニ合戦、大正解。おめでとう。うまいですね。今日はね、昨日に比べると随分良かったと思います。表現力豊かなので。そうですね、はい、昨日の藤井里奈さんがね、はい、猿犬猿キジって書いてあるんですけど、はい、犬と猿やってくれたんですけど、キジって全然何かが分かってない。なんだっけって言ってましたよ、戻ってきた時。キジって何ですかって分からないとか言って、ね、それに比べると今日の3人は良かったと思います、ね、ということで最後じゃあ整列してもらって、また今日のゼスチャークイズは最後拍手で決めたいと思いますので、ね、一番最初にやってもらった真帆さんが一番上手だったと思うし、拍手。はーい、4名、5名、5名ぐらい、はい、じゃあ、ゆいちゃん上手だったと思うし、拍手。3人、3人、5人と3人、ゆうさんが上手だったと思うし、拍手。やっぱチャンピオン違う。すごいみゆ、今、5人、3人です。285人でした。ゆうさんの優勝です。おめでとうみゆ。おめでとうみゆって、もう優勝しても何も出ないんでしょ、どうせみたいな的な空気が出てる。嬉しいよね。ね、もうチャンピオンね、そのうちグランドチャンピオン大会出ますからね。すごい、すごい競技で、いろんなフラフープ、皆さん、まあ、今シーズン中にもう一回ぐらいやりますので、ね、ちょっと待っててください。ということで、ね、最後、あ、時間になりましたよ。最後今日、試合ね、残念ながら昨日も逆転負け、はい、ねえ、あと一歩なんですよ。そうなんですよね、差はほとんどないんです、ね、はい、今日こそ勝ってもらって、はい、今日勝つとまた5割復帰、はい、ね、この後セパ交流戦が始まりますが、 はい、ね、それに弾みをつけるように今日で5割復帰で取り返したいなと思います、はい、そんなね、ドラゴンズですが、応援する気持ちはみんなね、今日も、はい、目いっぱい持ってますんで、はい、そのメッセージをお客様にどうぞ一言ずつお願いします、はい、今日は必ずドラゴンズが勝利できるようにみんなで熱い声援を送っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。あれ閉めちゃった、はい、みんな言おう、みんな言おう、みんな言おう、すいませんリーダー全部閉めちゃいました。はい、毎回チャンピオンになってしまってすいません。ありがとうございます。今日は絶対勝てるように私たちも応援が一緒に盛り上がっていきましょう。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。じゃあ最後、ゆうちゃん。昨日、一昨日と負けてしまったのですが、今日も全力の応援で一生懸命頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のチャレンジは、チャレンジャーはゆう、まほ、ゆいでした。ありがとうございます。